花黒ザメカーキニスアクロナタスは、メジロザメ族に属するサメの一種。熱帯から亜熱帯の西部大西洋沿岸に生息。全長1.3メートル。体は流線型で、目は大きく、第一背びれは小さい。和名、英名は、幼魚の糞にある黒い模様に由来したものだが、生魚では、不明瞭である。小魚や、糖塞類を食べる。大型のサメが天敵。 体制で産指数3から6。妊娠期間は8から11ヶ月。人を攻撃することはない。IUCN は保全状況を純絶滅器具としている。全体とワーゴバのイラスト。縦線は第一背びれの器具を示す。1860年、キューバの博物学者、フェリッペ・ポエが、メモリアース・ソブレラ・ヒストリア、ナチュラル・デ・ライス・ラ・デ・キューバにスキラス・アクロナタスの名で、 記載した。その後、本種はメジロザメ属に移された。タイプ標本はキューバで捕獲された98センチメートルのオス。1982年、ジャック・ギャリックは形態の比較をもとに、本種はスミツキザメを含むグループと禁煙であるとした。だが1988年、レオナルド・コンパーニョは黒トガリザメ・ツマグロを含む五種と禁煙であると提唱した。 1992年、ギャビン・ネーラーによるアロザイムを用いた分子系統解析では、この種がメジロザメ属の最も規定に位置すると結論された。2008年のマインドーセアブクラットによるリボソーム DNA の解析では、カマストガリザメやカーキニスポーロッセスとの類縁が示唆された。2012年の解析では、米西海岸に分布する花ジロメジロザメと、 禁煙であるという結果が得られている。南北アメリカ東海岸の大陸方に生息し、北はノースカロライナ州からバハマメキシコ湾、カリブ海を経て、南はブラジルまで分布する。沿岸の海藻をもば、砂底、貝殻、サンゴレ規定によく見られる。年齢、性別ごとに住み分けており、幼魚は浅瀬で、生魚は9メートル以神で見られる。 南大西洋海湾では夏は北に、冬は南に海遊する。メキシコ湾でも同じような行動が見られる。細い体、長い糞、比較的小さい胸びれ、第一背びれが特徴細い流線型の体に長く先端の丸い糞、大きい目を持つ。鼻孔には水流を制御するためのよく発達した全微弁がある。上額死列は片側で12から13。 下顎は11から12で、中央には1から2本の融合した小中指列がある。葉は三角形で傾き、虚子がある。上顎歯は、下顎歯より頑丈である。5体のエラ列は短く、第1、背びれ規定長の約1、3である。第1背びれは、胸びれ交端上部から始まり、小さくややが型、先端は、尖り後端は短い。第二背びれは、 第一背びれの半分ほどの大きさ。背びれ間に隆気はない。胸びれは短く、先細りになる。体は重なり合った、川場に覆われている。5個の川場の後方には3か5個の先頭があり、5か7本の隆気が平行に走る。背面は、木から緑がかった灰色か、茶色、覆面は、白から黄色。特に幼魚では、ふんたんに黒い斑点がある。第二背びれ。 おひれ常用の先端が黒く、時におひれ下葉の先端も黒い。全長1.3から1.4メートル、体重10キログラム。最大全長2.0メートル、最大体重18.9キログラムの記録がある。小魚を捕食する。主にニベタイカ、アンチョビハコフグハリセンボンなどの甲骨魚、またタコや他のトウソク類も食べる。素早いため、 ペレスメジロザメのような大型のサメから餌をかすめ取ることもできる。アンチョビやボラとともに大規模な群れを形成することもある。海峡性が強く、幼魚も生魚も毎年同じ水域に戻る。大型のサメの餌となる。捕獲個体では、ダイバーや他個体に対しての威嚇行動が観察されている。これは、背を反らせて胸び入れを下げ、 口を開けて大きく左右に泳ぐ、というものである。寄生虫として、カイアシ類のナシパスウリアンタリスペリスパスデンタタス、パンダースシンタスクロイアーアスファーニーネメシスアトランティカ、ユダクトリーナスピニフィラ、常虫のプラウリグモットオバトリアム属、プラティバトリアム属が知られる。他のメジロザメ類同様に耐性で、卵黄を使い切った胎児は、卵黄の王を胎盤に転換する。 米国沿岸では、オスは毎年、メスは一年後期に繁殖すると考えられる。だが、ブラジル北東部では、メスも毎年繁殖する。晩夏には、卵黄形成が起こり、秋には交尾、受精に至り、翌年の春引く夏にかけて死魚が生まれる。つまりこのサイクルは北、南半球間で半年ずれている。妊娠期間はブラジルで8ヶ月、米国で9の11ヶ月。 湾内やマングローブのような浅い生育場で1から6匹の死魚を生む。生育場としてサウスカロライナのブルズ湾が知られている。母体のサイズと産子数の間には相関がない。新生児は38から50センチメートル。メスはオスより成長が遅く、寿命が長く、最終的なサイズも大きい。南大西洋海湾では体長90センチメートル。 オスでは4.3年、メスでは4.5年で、生成熟する。メキシコ湾では、体長85センチメートル、オスでは5.4年、メスでは6.6年で、生成熟する。寿命は、南大西洋海湾で19年、メキシコ湾で16.5年。人は攻撃しない。人への攻撃は報告されていない。だが、威嚇行動をしてきた場合は注意すべきである。 ゲームフィッシュとされている。フロリダ、ベネズエラ、ブラジルで刺し網、ハエ縄によって漁獲、混獲され、肉は干物や塩漬けにされる。エビのトロール網漁によって未制御が大量に混獲されており、大きな脅威となっている。米国では、1993年からアメリカ海洋漁業局による大西洋、メキシコ湾のサメに対する漁業管理計画によって、 漁獲が制限されており、ここではスモールコースタルシャークに分類されている。米国では1999の2005年にかけて年平均27,484匹が漁獲され、ノアは資源量評価から大西洋とメキシコ湾で乱獲が起きていると判断した。2009年、ノアは本州に6,065匹の漁獲枠を設ける、代わりに、 大西洋での刺し網の使用を禁止することを提案した。ブラジル北部での個体数は安定している。カリブ海ではデータがない。IUCN は全世界での保全状況を純絶滅危惧としている。ありがとうございます。